この家、最後の最高の瞬間をちょっとゴールドっぽく浮かしてくるんです、うん、あ、でかいでかい、でもでかいわ。あ、いいね、なんか。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがひいおばあちゃんおかさんです。ひいおかひいおかさんか、やっちゃった、すいません。何ひいおばあちゃんおかって。やっちゃった。やっちゃいすぎてるでしょ、性別も間違えてるし。くそー。なんで2014年2024年。あ、2024年か。10年前やべえ、やべえ。ということで、新人西田の名前で一緒に伝説作っていこう。ギャグー。この家、最後の最高の瞬間を届けたい。最後の最高の瞬間、はい、この家をね、引っ越すにあたっても、はい、ラストの撮影になると思うんで。うわー、感慨深いね。いや、感慨深いですね。あ、はい、まあ、寂しいところはありますけど、はい、まあでも、最高の門出になるんじゃないかなという作業をご用意しております。なるほど、はい、もうそうなったらあれしかないですね。まあ、そうですね、はい、もう平岡さんから言っちゃってください。家爆破してみたー。やめろよ。どこが門出なんですか。ダメか。ダメですよ。違います。違います。はい、まあただ今お笑いは爆発しましたけど、下かな。プシュ。うわー、不発。完全不発。いや、今回、はい、浮かした生態掘り出します。いや、響きますね。響くね。あー、怖い。ちょっとね、移動してるから、あれですけど、今回この家でラストの、はい、大型のカブトムシたちの、なるほど、掘り出しでございます。いや、それは確かにいい、はい、門出というか、うん、絶対絶対この動画で締めたかったって感じ、なるほど、はい、で、これ結構ね、ヘラクレスの羽化とか、うん、羽化した子は極力動画にしたいっていうのがあるんで、はい、まあ、取りだめというか過去のやつ順に、うん、時系列ごとに動画が上がっていくんで、ええ、この動画結構後かもしれないです、もしかしたら。あ、じゃあもう2024年もう2月3月とか下手したらね、全然、はい、あるかもしれないな。そう、だからもしかしたらだいぶ懐かしいっていう方もいるかもしれないです、この背景が。ああ、なるほどね、はい、もう新居がメインになってる、そうですね、頃にはずなんで、ええ、はい、だからまあそういった部分でもちょっとタイムカプセル感もあるかもしれないですね。まあそうね、うん、うん、早いけどな、2ヶ月ぐらい掘り出すの。もう慌てんぼうすぎへん。それ掘り返し、確かにね、サンタクロースじゃないんだからね。そうね、慌てんぼうといえばの部分あるけども。強っ。やっぱ最後だから最後思い入れがね、うん、いっぱいあるかもしれないですけど、はい、今回ヘラクレス、まあ、結構羽化してるんで、はい、はい、もうそれもたくさんちょっと堪能していこうかなと。なるほど。思い出も話しつつ掘り返していって、いい、ね、はい、最後の最後でね、この家の花向けじゃないけど、うん、ヘラクレスの自己記録更新なんですけども、あるかもしれないんでね。それはすごいね、もしあれば、はい、いや、そうですね、はい、はい、まあ、そこも期待しつつ、前頭羽化してるのを望みながら、はい、やっていきましょう。やっていきましょう、はい、掘り出す子たち、こちらです。はい、はい、こちらです。ギャグー。こっちかっす。いや、最後はおしゃれな逆やな。いや、ちょっとすごい、それもうちょっと汚染されてますよ、このチャンネルに。いらない客じゃない。ごめんなさい、これですね、こちら、はい、3段3段はい、あります。メスが7の、オスが6、はい、合計5億です。多いなー、5億って。俺が今まで食べてきた野菜の数かよ。めちゃくちゃ食べましたけど。いや、確かに多すぎました。多すぎです。すいません、13匹はい、13匹はい、ですね、はい、はい、掘り返していきますんで。大体オスはこれはヘラクレスになってくるのかな。そうですね、今見た感じ、あ、まあ種類で言うとヘラクレスが3種類って感じです。おー、はい、なるほど、になるんで、はい、まあ、いろんな形楽しめるんじゃないかな。いいですね、うん、最後、この部屋最後にふさわしいかもしれないです。いいですね、はい、なんで早速やっていきましょう。やっていきましょう。必要なものを出します。お、こちらです。はい、はい、こちらです。んじゃけー。すいません、間違えちゃいました。なんで逆になっちゃうやろうな、はい、ということでライフルです。いや、ライフルでもない、違います。バババーン、バキューン、あなたのハートをズキューン。これごめんなさい、測り用のノギスです。ノギスですね、はい、これで測っていきます。はい、何匹、まあ、まずメスから行きたいとこなんですけど、ね、はい、ヘラクレス、さっき自己記録って言ったんですけど、一応 171.5mm が、はい、ヘラヘラの、はい、自己記録で、この家で生まれた子ではあるんでね。さあ、それをね、こういうことができるか分かんないですけど、どうか、はい、で、あとはメスも多分ヘラクレスがメインだと思うんですけど、ええ、どうでしょうね、ちょっと一回見てみようか。そうですね。あ、でも、あ、すごいすごいすごい、メスも含めたら、はあ、ヘラクレス
4種類ですね。おお、はい、13亜種言われていると言われている、はい、あのヘラクレスの中で4種類、贅沢です。贅沢ですね、はい、13種いるっていうのも知らない方もいると思うんですけど、一応補足しておきました、はい、ありがとうございます。私がクワカブマサーです。え、違います。はい、はい、今お見知りおきろ。なんかテンション高いですね。はい、まあなんか感慨深さもある。あー、まあまあ確かにね、夏休み明けとかじゃないですか。いや違うわ、そんな、憂鬱か、確かに夏休み明けは憂鬱だよ、ほんと行きたくなかったわ。どうしよう、掘り返します。掘り返すだろ。そうか、すいません。じゃあ行きましょうか。行きましょう。4種類もう3分の1ぐらい出てくるんで、うん、はい、じゃあまずもう手前からやっていきます。いっていきましょう。はい、まずはヘラクレス。ヘラクレス出ました、はい、王道の基盤になる種類ですね。ええ、これが一番流通数多いって感じです、日本で、はい、これ最後が、あ、これね、多分マット交換、体重測ってないです。ほう、はい、メスっていう判断だけしてここに入れたって感じです。なるほど。2022年の11月孵化。11月、はい、1年3ヶ月。あ、もうそうか、そうですね、うん、1年1、2ヶ月、はい、はい、まあヘラクレス1年で、1年か1年半でメスは孵化してくるんで、はい、はい、はい、22度管理ぐらいでとりあえず1年2ヶ月かかったって感じですね、こいつ、はい、さあ行きましょう、1匹目。うわ、はい、おー、来ました、出ました。はい、おー、綺麗ですね。よいしょー、はい、おー、あ、でも、うん、立派ですね。十分立派です、うん、お、ちなみにこれが 171.5 からの子だ。おー、そのね、はい、自己最高の、そうですね、子で、子ですね。さあ、一つ目がまさかの、うん、これが、何の因果かね。そうですよ、すごいね。いや、最後出たらすごいけどね。すごいですね、はい、さあサイズは平均的ですかね。まあ、だいたい68ミリ前後ぐらいのイメージなんですけど、はい、なんか7センチ近くなるってやっぱでかいですよね。大きいよね。さあサイズは、はい、頭の先から羽先、はい、一般的なやつね。はい、結果 67.1、 はい、まあ平均ぐらい、まあ、平均ぐらいの、十分立派になってくれました、うん。一番大きかったところで見たので言うとやっぱ8センチ、8センチでしたね。81ミリか、そう、超えてましたからね、はい、やっぱだいぶでかかったよね。だいぶでかいですね、やっぱサイズ感が、うん、まあでもこいつも十分立派、立派な 67.1 な、こいつは、うん、あ、もう2024年か。そうですよ、ここら辺がね、そう、ちょっと記入のミスが、そうなんですよ、ありえちゃうんでね、うん。いやでも立派、十分立派になってくれました。はい、一発目、ナイストップバッター。ナイストップバッター。まあいいよ、続いていこう。いきましょう、いきましょう。次、次もヘラ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 兄弟です。はい、さあ行きましょう、次が、もうこれも1年2ヶ月ですね。さあ行きます。どうでしょうか、同じぐらいかなと思ってますけど、はい、おー、出てきました。あー、来ました、まあ、同じぐらいかな、はい、うん、まあそうですね、うん、あ、いいね。メスはね、だいたいマット交換、まあこのボトルに2回マット入れてでも羽化まではいけるかなとは思います、はいはい、けど、まあ、2、3ヶ月に1回交換してあげた方がより立派に育ちやすいっていうのはあるかもしれないです。なるほど。次はこっちの方が小ぶりかな、ちょっとちっちゃいな、うん、64ぐらいかな、はい、お、来ました、 66.7。 あー、ほんとそのちょっとした小ぶりをね、気づける男三森。まあそうですね、もう髪切りました。いや、切ってない、ずっと、うん、なんすか、ずっとってなんすか、ずっと来てないな。いやいや、じゃあめちゃくちゃ、もう坊主じゃないですか。坊主ではないよ。むしろ切ったのお前側や。ああ、確かに切りましたね、うん、閣下でね、地元帰った時に、ね、行きつけの、はい、まあ、美容室、美容室、15歳から切ってもらってる。いや、すごいね、はい、もう17年、6年。いや、そうですね、切ってもらって、だからもう、その橋さんって言うんですけど、閣下っていう美容室の宮崎の、はいはい、もう子供が、うん、もう就職するらしくて、びっくりして俺。そんな、結構若い感じの人やんな、でも橋さん。あ、そうです、そうです。もう今何歳ですかね。うん、そのなんか年齢は公表してないんですけど、あ、まあ公表してるんでしょうけど、あ、まあ、僕が何回も聞いて忘れるんで、まあね、忘れちゃうからね。いやでもやっぱ早いなと思いました。すごいね。あ、いや、そう、感慨深さを感じたところで、おお、いきます、裏回し、いきましょう、裏回しもやります、ね。さあ次もヘラヘラ、はい、これはまた別です。2022年の5月孵化だから結構かかりました。はい、さあじゃあ1年半ぐらいか、うん、そうですね、まあ、平均でいうとちょっと遅め寄りですね、はい、さあどうでしょう、虫でしょうか。おお、来ました。おお、いいね、立派な、いいですね、立派な子ですね。
いい感じ、同じぐらいかな、同じぐらいの、はい、70はいかない、そうですね、うん、ちなみにもう爪強いんで、やっぱこういうキッチンペーパーとか、うん、はいはいはい、での上で測るのがいいですね、本当に強いですね、うん、マジ強いんで、はい、いきました、64.9 64.9、うん、です、素晴らしい、さあ、まあアベレージぐらいはちゃんと出てくれて、あ、そうですね、いいですね、うん、当時やっぱ僕がヘラクレス始めて10年以上前の時は、うん、まあ、64から67ぐらいのイメージだったんでね、はいはいはい、今ってもう70超えるの当たり前なんで、やっぱそのでかなってってるよな、でかくなってってます、うん、だしもうヘラクレス自体も飼育下で進化してってるんでしょうね、いやまあそうやろうね、うん、そういう環境により馴染むようになってるだろうな、うん、なってるんでしょうね、さあそしてちょっと途中で入り込みますけども、はい、2種類目のヘラクレス、ほ、ヘラクレス森姉妹ですね、出ました、森姉妹、はい、森姉妹珍しい、そうですね、うん、いつだこれ、まあ、ランバーで購入した子、あ、ランバーじゃない、虫舎で購入した子なんですけど、はいはいはい、これボリビアの方にいるヘラクレスね、はいはい、はい、さっきのヘラクレスはグアドループ島っていう、一応フランスの領土なのかな、なのかね、はい、おそらくって感じなんで、はい、場所がちょっと違うんですけど、うん、はい、ボリビアだからね、まあ国、うん、で言うと、まあ、サタンとか、そうですね、はい、あそこら辺ですね、標高とかは違うかもしれないですけど、はいはいはい、これはそんなヘラクレスみたいに大きくなる子っていうわけではないんで、うんうん、どうでしょうね、ようやく羽化してきてるんで、俺初めてがメスなんて見るの、あ、でも僕もだから飼育下で羽化してくるのは初めてです、おお、いいね、いい瞬間、さあいきます、これは2022年の12月だから1年ですね、はい、平均的に羽化してきました、さあどうでしょう、はい、おー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 、でも大きいね、立派だ、おー、でもやっぱ違うわ、違うな、なんか、うん、はい、もう違います、形もちょっと違うね、個体差はあれかもしれないですけど、小判型やな、うん、個体の感じはあれかも、その個体差あるかもしれないけど、うん、丸みありますね、丸みある、はい、うん、ヘラクレスの方がどっちかっていうと、ごめんなさいね、小判型っぽいというか、なあ、そうね、俺はまあ言いたかったのは、はい、そうやなヘラヘラとこういう感じでちょっと、はい、なんて言うんだろうな、なんかたまごっち、いや、まあたまごっち型ですね、たまごっち、まあ、卵型でいいのかわざわざ遠回りちっちゃいやつと違いいらないな、うん、で、ここの背中の突起、うん、はいはいはい、みたいな部分はこの照準板っていう、ここの部分はヘラヘラはね、ここ全体的に光沢感あるんですけど、そうですよね、森姉妹は光沢感少なめですね、縁だけ光沢感あって真ん中の矢印みたいに光沢感ある、ね、ちょっとエクアとかそっち系の特徴ありますね、そうですね、これはやっぱ全部にそう共通するのかね、森姉妹の、あ、どうすかね、まあでも結構ね、ヘラクレスの亜種こういう系も多いんでね、そうね、リッキーも丸みあったりごめんなさいごめんなさい、ちょっと僕が脇腹つついてたせいで、あ、いや、つついてないよ、そのってなったんじゃない、シャン、めっちゃ我慢したけど、あ、そう、新年早々ね、僕らボロボロだったんで、そうね、はい、体調がね、体調があれだったんでね、はい、あれなんですけど、あともう一発出る、うん、どうぞ、いや、もう一発、なんすか、そう、ロシアントークロシアンルーレットみたいなやつ出ないパターンもあるからね、はい、さあ、まあ、平岡さんもね、うん、はい、元気な男の子みたいで、え、そう、おぎゃおぎゃじゃないよ、今のこれ、まあ、丸みがあるっていう印象ですかね、とりあえずは、うんうん、はい、そうね、丸いね、うん、そうですね、まあ、サイズも分かってみましょうか、はい、サイズはでも意外と立派っぽい、いや、そうね、なんかもっとちっちゃくなるのかなと思ったけど、うん、そうっすね、60ミリだよな、うん、60後半はありそうですけど、頑張れ、はい、来ました、 67.4、 おお、じゃあ今日の中では確かに、今日だと大きい方ですね、大きい方ですね、メスは、あ、これかかってないな、親は、あ、まあでもそんな大差ないかな、おい、ヘラヘラ、まあ大きくなるレベルでいうとヘラヘラの方がなるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、リッキーヘラヘラ、ヘラクレスヘラクレスとヘラクレスリッキーはやっぱもう段違いに大きくなるんで、うん、まあそうね、うん、大きいよな、まあ平均的って感じじゃないですかね、多分、なるほどね、さあ、いや、森姉妹2種類目が登場しました、はい、さあ、そして次戻ってヘラヘラです、ヘラヘラ
2022年1月ですか。2022年の1月。はい、だからもう2年ですよ。2年、長いね。全然羽化しなかったですね。さあ、2年かけて羽化してきた子。うん。どうでしょうか。さあ、大丈夫かな。ちょっと自由はするけど。ちょっと終わりますか。どうでしょう。羽化はできてそうなんですけど、いきます。はい。はい、お、来ました。たー、はい、おー、いました。よかったよかった。立派立派立派に、はい、羽化しておりました。おー、よかったよかった。いや、2年かけて無事に羽化してきてくれました、うん、いやいいですね、うん、小ぶりではありますけどね、ちょっとね、ちっちゃめな、うん、まあでももうこの、この兄弟たちはね、結構もう子孫残してたりとか、はいはいはい、そうだね、いろんなところに飛び立ったりしてるんでね、その委託とかで、ね、うん、すごい、だいぶ遅れて、末っ子ちゃんやね、だいぶ末っ子ですね。オスとかが羽化してくるタイミングですからね、2年って。確かにね。さあ、オスでもちょっと長いぐらいというか。さあ、結果は 63.1 63.1、うん、しっかり羽化してきてくれました。偉いね、素晴らしい。あ、無事で何より、何よりですね。あ、さあ、で、もうメスは2匹か、残り、あと残り2匹、はい、で、あと何が出てるんだろうな。確かに、今2位なんでね、残り2匹、はい、2種類出るっていう、そういうことですよね。はい、わ、2024年はどういう年にしたいですか。うお、いきなりこんなとこで、はい、いや、2024年は本当ね、やっぱり実現できるように。いやいや、そう、そう、34歳。確かに、親に心配かけないようにね、頑張っていきたいですね。うん、頑張りたい、はい、ということで、はい、平岡さんが自律神経をしっかりしたいということだった。いや、そう、神経言ってないよ、はい、自律できるようにね、はい、まあ、頑張っていきたいところですけども、はい、はい、次、これがヘラヘラです。ヘラヘラ、お、これはね、チビオスですね。お、チビオス、はい、なるほど、はい、5センチぐらいだった子、うん、はい、ヘラクレス、18センチになるヘラクレスのオスが5センチぐらいだった、その子からの子ですね。なるほど、はい、これももう羽化してくるんですね。わあ、いいですね。これ2022年の11月孵化です。はいはい、チビオスの子供たち、はい、ということでね、さあ、さあ、どうでしょう。基本的に親のサイズ感はまあ多少あるかもしれないですけども、そこまでだから絶対ちっちゃくなるっていうわけではないんでね。はいはい、さあ、どうでしょうか。はい、さあ、来ました。どこに、ここだ、はい、お、見ました。お父さんと、でかいですね、お父さんより大きいんじゃない。お父さんより大きいかもしれないです。ええー、過去動画で上がってるんで、ぜひ見てください、チビオスは。うん、可愛かったね、うん、あいつペアリングとかもね、動画にしてたはずなんで、ぜひぜひ見てほしい。サイズは、お、来ました。はい、69.7。 まさかの一番でかかった、一番でかいメスを今、はい、出しました、チビオス。素晴らしい。お父さん、私元気にやってますと。やってます。あー、言わんばかりに、ちょっと、あ、かわいいね、布団をかぶってるみたいな感じで、ね、あー、いいですね、うん、はい、なんか毛布かぶってるみたいで、あー、変えてきた、ちょっと、それ一緒でいいと思う。それぐらいの違いなら。さあ、次がラストのメスです。はい、ラスメス。これは、あ、これは上でサナギになった子ですね。はいはいはい、はい、さあ、いきます。もう、なんか見えてます。さあ、どんな感じでしょうか、はい、さあ、いきましょう。はい、おい、いきました。出ました。全員無事でした。無事なのは良かったですよ。これ2022年5月、1年半はいはいはい、小ぶりな子やね。うん、そうですね、1年半かけて。もうでもこいつ一番ちっちゃいんじゃないってか、一番ちっちゃいね。ちっちゃく見えますね。50ミリ台ですね。さすがに50ミリ台はめっちゃちっちゃいんで、それはない、うん、62とかじゃないですか、うん、まあそうか、うん、さっきの方が大きかったから。そうですね、 64.3、 あ、やっぱ 64.3 ですね、うん、はい、やっぱね、言った通りでした。ローマ人に頑張らせるんですか。ごめんね、はい、一応俺の1から10までのボイスだけ送るから。いやいや、怖っ、なんすか1から10のボイス。そう、だからうまく、あ、つなぎ合わせて、つなぎ合わせて。 64.3、 はい、十分立派です。はい、ということで、メス終了。はい、はい、だメスは2種類いたっていうことですね。さあ、次、いよいよオスです。はい、オスです。いやいや、知らない性別出たんですけど、オスです。はい、オスですね。オスです。はい、オスは一応このカゴごとに体重順でいきます。そうですね、はい、なんで、お、低い順から、まあまあ、もうこの順番になったからな。
ちょっと気になる子いますね。おー、体重的にもしかしたらあるかもしんない、あるかもしんない。 171.5、 2回噛み締めるようにあるかもしんないと、はい、1回目のあるかもしんないはまだあると思ってなかったです。あ、2回目で、はい、本当にあるかもってなったよ、はい、これじゃあ1匹目からいきましょうか。いきましょう、はい、あ、ついに来ました、3種類目。はい、はい、これがヘラクレスエクアトリアンズ。出ました、エクアト、はい、まあ、色が綺麗な、はい、美しい部門で人気のエクアト、はいはい、ヘラクレスですね。そうですね、はい、通称エクアト、エクアト、はい、エクアドルのエクアトリアンス。さあ、これは2022年1月2日、はい、なんで1年か、2022年1月2年ですね。結構かかりました、はい、これが 98g、 はい、さあ行きましょう。サイズ感というよりはその綺麗さが、まあそうですね。ただ親がね141で、まあまあ立派なんで、でうち、まあ、そんなに気にしないですけど147が出たのかな今年。そうですよね、はい、なんで 150mm、はい、ちょっと目指していきたいとこではありますけど、ええ、さあ行きましょう。どうでしょうか、1匹目こちら。はい、はい、どうだ。まだねヘルメットはかぶった状態で、かぶってますね。さあ、あーすごい、ね、でも背中が綺麗そうな感じするけどね、やっぱり。そう、なんかね写りがね、そのちょっとゴールドっぽく浮かしてくるんですよね、うん、ヘラヘラと違って。はいはいはい、でもでかそうじゃない。おお、あ、元気です。弱点も少なそうな感じもするしね。そうですね、ただもうこれ乾いてこないと弱点って出づらいんで。おお、乗せて。おお、うわ、新種でした。新種です、これ、ええ、新種みたいですね。綺麗にかぶってるなあ。いい、あ、いいですもんね。じゃあ、おお、でもかっこいい。やっぱかっこいいな、結局な。うん、やっぱいいよね、うん、ちょっと角曲がってるんで、そうね、垂れてるけども、やっぱまあこの垂れがかっこよさもあるからな。うん、はい、別に全然俺はそんな、そこはむしろ個性で好きですよね。いや、そうですね、個性ですね、うん、ちょっと剥がしてみますか。うわー、剥がせちゃうよ。うわー、やめてよ、取らないで。あー、おー、来ました。難しいよ。はい、おー、いいね。あー、かっこいい、かっこいいですね。いい垂れ方しますね。そうね、うん、ヘラヘラと違って角がシュッとして細くて、そうね、うん、で、ここの黒点が少なくて、はいはいはい、色味がね、よりこう黄色っぽい色味で、うんうん、になる子とかがいて、そういう背中の模様が、模様というか色味が綺麗なヘラクレスっていうのが人気ですね。なりやすいって感じですかね。まあ、っていうのが出てきてて、そういう血統がいるって感じかな。なるほどね、はい、ヘラヘラよりかは黒点が少ない子が多いのはあるかもしれない、通常から。お、ちょっともう色が、もう色ついてるね、はい、さあサイズどうでしょう。ちょっとね角曲がってるんで、サイズはそんなあれかもしれないですけど、まあ、難しくできないけれども、はい、まあでもでかいけど、ね、うん、いや、でかいっすね、うん、やっぱ。さあどうでしょう。あー、すごい曲がり方、いいね。いいですね、いいこの描き方ね。確かに山下俊平太のカーブみたいな。あー、ね、あの山なりの、はい、から繰り出される次破壊的なストレート、あれやばい、打てるわけないだろ。打てるわけないですね。来年は打ちたいですね。いや、対戦する機会ないないか、ほんとパープロぐらいじゃん。パープロ買うぐらい。ああ、そう、結果言ってないか。言ってないんだよ、びっくりしてる。うん、そう、ごめんなさい、うん、最近久しぶりの撮影すぎて。あ、確かにね。結果は、はい、132.6、 132.6、うん、十分立派。まあ、なんで、この伸びてたら40、うん、140近くありましたね、ええ、うん、いや、素晴らしい、素晴らしい、立派な子になりました、ええ、はい、3種類目のエクアトです。はい、エクアト、はい、オス一発目、オスが一発目、よかったですね。さあ、そして、まあ、エクアトの後だから、より次ちょっと迫力感じるかもしれない。はい、次がヘラヘラ、ヘラヘラ、ごめんなさい、あ、ヘラヘラです、ヘラヘラです、はい、次がだから違います。次が違うらしい、はい、さあ、これが 131g。 おー、でも立派です、うん、130あれば一番自己記録に迫るようなサイズ感だったこと、125とか 135g だった、はい、パターンもあるんで、全然ね、そのまあ角の感じであったりとか次第ではね、はい、そう、伸び方次第では全然あり得る、うん、ありえますよね。これが2022年の4月、1年7ヶ月ぐらいかな、はい、1ヶ月だ、分かんなくなっちゃった。さあ、行きましょう。はい、こちらどうでしょうか。はい、お、はい、どうだ、でかくない、でかい気を、気がするけど、さっき見たのが、いや、そうですね、エクアトなので、うん、え、
あ、でもでかいわ。でかいけどね。あ、でかいわ。でかいわ。60はまああるでしょ。60ありますね。ある、うん、全然雰囲気違いますよね。やっぱかっこいいね。いや、いい感じのこの角の。そうですね、うん、細身ですね、結構角も。そうね、太いというよりはまっすぐに、うん、いや、立派立派。で、エクアトと違ってやっぱちょっと黒ずんでるって感じ、ね、そうね。なんかね、羽化した時やっぱちょっと金色っぽいんですよね、エクアト。エクアトはそうだね。どうだ、サイズは。でもでかい気はするけど、60はありますね、まあ、あるね、間違いなく60ある時のインパクトあるんで、ね、さあ、サイズどうでしょう。どうでしょうか。大きいね。お、なるほど、来ました。はい、結果。はい、165.9。 おー、立派。めっちゃ立派でした。166に近い。166に近かったです。いやー、でかいね。いや、ちょっと反応薄かったな。薄いだとすればそれはなぜかエクアートの後だからってことにさせてください。わからんくなんねんな、サイズが。お、もっとオーバーに反応しとけやった。いや、でかかったよね。いや、でかかった。待って、でかい、でかい。いや、遅い。でけえぞ。もう遅い、もう遅い。無理っすか。うん、もう遅い。差し込めない、これは。あー、でもでかい。でかいよ、うん、でかいなとは思ったけど。そうっすね。その、目の錯覚かなっていう、はいはい、って思っちゃいましたね。でも、このフォルムマジでかっこいいっすね。結構ね、サイズでかい子って角とかもう迫力増して太くなったりとかする子もいるんですけど。そうね、この子は、そのちょっとシュッとしてるタイプ、うん、そうですね、だいぶ縦に伸びたタイプですね。そうね。いや、かっこいいわ。いやー、よかった。うん、まあ、素晴らしい。ちゃんと立派なでかい子は、ちゃんとでかい子になりました、ね、おら、ほら、うわ、かっこいいね。かっこいいっすね。いや、だいぶ立派になってくれました。いやー、すごい、よかったです。あー、もう素晴らしい。パッと見で160後半と分かる、うん、そうっすね。うん、うん、こうやったら、うん、もう全然分かってなかったですけど、悔しいよね。悔しいですね、うん、ちょっと逃げちゃいましたね。そう、全然ちゃうやんってなるの。恐れちゃった。いや、でも行った方がいいわ。いや、そうですね、うん、行きましょう。思ったなら、はい、思ったことやっぱ言うのが一番大事なんです。そうそうそう、はい、様子伺ってもうた。言うかかっちゃいましたね、うん、まあでも十分立派、素晴らしい。立派です、すごい、はい、まだだってあと4匹いますからね。確かに。しかも全然あります。この中で体重一番大きい子じゃないかな、うん、そうですね、そうなってくるとですよ。そうです。ただ次違う子なんでね。まさか、はい、これがヘラクレスリッキーです。となると期待大じゃないですか。なくはないかもしれないですね。リッキーって自己最高何歩ぐらいなの。いや、まだね、何ミリだっけ。そんなかで、そうですね、150ぐらいだと思うんですけど。でもリッキーも180超えるような子がギネス。そうですね、いたりするわけですね。ヘラクレス13アーシュいて、うん、180ミリを飼育下で超えた記録があるのがヘラクレス、ヘラクレスとヘラクレスリッキーなんで。なるほど、はい、そこがどう迫ってくるか。そうですね、はい、ただリッキーはヘラヘラよりも体重が乗らないと伸びづらいっていう傾向があるらしくて、うん、なんか聞いたね、それも、はい、なんか角は細いんですけど、うん、リッキーの方が体に体重がより行きやすい、うん、なるほどね、特徴あるっぽいです。じゃあどっちに行ってんのかっていう部分も、うん、ね、さあこの136、ちなみに2022年の6月頃孵化ですね。はい、1年1年半ぐらい半ぐらい、はい、で、エクアドルのヘラクレス。ヘラクレス、はい、だからリッキーとエクアド結構似てるんですよね、うん、地域でいうとね、場所はね、はい、まあエクアドルも広いんでね、あれなんですけど、うん、あ、さあ現地の人だよ。あ、はい、僕は現地汁、現地汁だ。あ、現地汁か、それは。はい、テヘペロ。うわ、テヘペロ、舐めちゃった、血汁を。あー、いきます。いやー、どうでしょう。ごめん、リッキー。はい、おー、うわ、太そうな。おー、よかったよかった、よかったよかった、怖いね。おー、体ごつ、ごついっすね。体がごついな、すごいね、あのめちゃくちゃ食べる、ジャイアンのお母ちゃんみたいな。すごいやった。いいですね。あ、さあちょっと出しましょう。おお、重さあるや、重量感あります。あ、おお、ちょっとパクったかけど、うん、でも立派です、まあまあまあ、ごついっすね。体ごついな、体ごついっすね。ちょっと角曲がってたんですね。そうね、いびつさが、うん、でもすごいね、この曲がり方も。確かになんかうねってる、そう、まがまがしさがある感じのね、うん、そう、ちょっとこれをね、皮剥いだらね、角が見えるんで、う
結構印象変わると思います。はい、いきます。うわー、スッといかないなー。いきますよ、はい、はい、おー、あー、でもいいね、かっこいいね、かっこいいね。やっぱね、ヘラクレス、ヘラクレスよりこう、角って細くなるから。あ、そうですね。うん、かっこいいよね、でも体だと。お、一本締めね。いや、嫌でしょ、鼻水一本締め。体が、体めっちゃごついね。やっぱ体にきますね。うん、スノーはね、やっぱこんぐらいの、でもでかいね。でかいよ、150後半から60あるかもしんない。スノー曲がってると思ったけど、伸び曲がってますね。そうね、伸びて、曲がって、まあ落ちた。そうですね、まあちょっと横のそれはあるけど、かっこいいですね、なんか、なんていうか、あの、恐竜の爪みたいな感じの曲がり方。確かにね、はいはいはい。で、エクアトは、まあれですけど、そのヘラヘラとね、エクワトと3種類出てるけど、やっぱこのね、うん、ヘラヘラエクワトとの違いで言うと、ここが膨らんで、なんていうんですか、鍵状になるというか、はいはいはい、ガクッとなってる、はい、これやっぱりリッキーの特徴だったりします。特徴ですね、はい、で、エクワトとリッキーはここが、突起が真ん中によるっていう、ヘラヘラは内が近くになるんですけど、そういった特徴出ますね。さあ、ちょっと羽がね、開いてるんで参考程度になるんですけど、さあサイズ測ってみましょう。でも結構大きいよ。いや、結構何度かんだでかいですね。うん、まあ、羽先から角って感じで、これはまあまあサイズあるよ。そうですね、体大きいのか。でもなんか体大きいけど華奢には見えないですね、角の細さが。そうね、うん、バランスもいいし。さあ、結果きました。はい、156.7。 おー、でかい。でかいですね。まあ、154ぐらいだったかなって感じですかね。はいはい。でも角がね、これもうこう最後曲がってなければ。あー、でも確かにね、サイズ感ありそう、うん、いや、だいぶでかかったです。いや、立派でした。いや、だからまだあともうちょっといるんで。はいはいはい。そこら辺が新クワカブ城で、確かにどんな感じになるかって感じですね。あー、いいね、楽しみですね、今後も。あー、かっこいいね。かっこいい。リッキーはリッキーでやっぱ良さがあるね。うん、微動だにしないですね、なんかね。うん、まあ、こいつはやっぱもうそういう無骨な感じでやってるんで。そうですね。うん、一人称自分なんで。ああ、結構そっちタイプ。そっち、自分、不器用なんで。体育会系なんですね。うん、まあ、体育会系かな。あ、違う、ね、自分って言わないと怒られなかったですか、野球部の頃。俺、野球部じゃないから、うん、わてやったけども。いや、珍しい。え、自分だったんや。一人称自分じゃないと怒られるんですよ、僕ら。はい、今はどうか知らないですけど。あ、そうなの。はい、僕とか俺っていう言い方を、うん、まずやめろって言われるんで。自分、自分、自分は、はい、私は、私もダメです、もう自分、自分、はい、なんかそっからスタートでした。あと歩き方とか厳しいね。え、いくつっていうか中学。え、でもこれは高校ですね。高校で、まあ礼儀、チームとしてこう見られる立場だから、はい、っていうので歩き方とか、まあまあまあ所作的な部分はあるけど、とか受け答えの時自分っていうような、あるんや。そうですね、全く守ってへんやん。いや、そんなことないですよ、所作。いや、めちゃくちゃ綺麗か。所作結構綺麗って言われますね。なんか所作綺麗、はい、うん、水みたいって言われます。そんな澄んだ、はい、水みたいってこと、はい。いや、それなんか水によるよ。うん、琵琶湖の南の方やったら汚いから。あ、まあ場所にもよるか。よるから。はい、お笑いはここまで。お笑いとこなかったよ。でもだいぶ立派でした。立派でしたね、はい、だから次のリッキーも楽しみです。はい。さあ、そして次ラストのカゴです。ラストカゴ、はい、この家ラスト。感慨深いね。感慨深いですね。ここでいろんなヘラクレス出てきてますからね。いや、そうよ、うん、ちっちゃいのから大きいの。いや、そのリーゼントもね、角曲がりとかね。いやー、いろいろいたよ。そう、浮かできなかったことがね、いろいろいたんでね。いろんな思いがあってね、はい、ついにか。残りの3匹、ちょっと1回先にチェックしますね。はい、グラム数チェック入ります。なるほどね。お、あ、でもいいんじゃない。ここは、どうさっきの子たちよりは体重ちょっと低いです。なるほど。はい、ただ、わかんないんでね、ええ、そこは
まあ、そうです。覆すのが。そう、うん、覆すっていう醍醐味もあるんで。ありますから。1匹目からいきましょう。はい、これがエクアト。エクアト、はい、これが 89g。 はい、エクアトはやっぱ100乗れば十分順調って感じのイメージです。僕はなかなかやっぱいないもんね。まあ乗りづらいですね、まあ乗るは乗るんですけど、うん、さあ行きましょう。さあ1匹目こちら。はい、はい、おっと角がすごいぞ。うわすごいね。シュートかすごい角ですね。うん、ちょっとこのまま出そうかな。さあ今日の子たちはみんなやっぱ被ってるね。確かになんか、被ってますね。だいぶ流行りなのかね。うわ、角の曲がり方すごい。すごいね。これすごいですね。わかるかな。確かにちょっとわかりづらいか。めっちゃ曲がってるな。いやね、かっこいいね。やっぱヘラヘラリッキーと違って、うん、やっぱ色ね、金色感があるね。浮かした時に金色感出ますね。おこの背中、綺麗な背中ですよ。スクロの指みたいですよ、これ。もうああ確かに、バカバカしさ。もうちょっと長いけどな。鈍行呪物、特急ね。あ、鈍行、そうか。そう、そっち違うから。そう、電車じゃないから。そうか、すいません。こんなこともこの家でできなくなるのか。いや、これに関してはできない方が嬉しい。悲しいことめっちゃスラスラ言われた。さあ、ちょっと外してみましょうか。はい、いきます。はい、おお。あ、でも意外と撮ってみたら、ね、全然でしたね。かぶり方が、そうですね、なんかニューエラ斜めにかぶるみたいな感じかもしれないです。なるほどね、ラッパーね。ラッパー系でしたね。おー、綺麗。あー、でも綺麗、うん、ちょっとこう逸れてる、ねじれてるって感じかな。そうね、うん、こう見たら、まあ後でちょっと比較しましょうか、せっかくなんでね。そうですね、せっかく3種、うん、いるわけですから、ね、サイズはどうだ。親が141なんで、はい、まあでも 100g 超えないとやっぱ140はいかないかなと思うんで、ちょっとちっちゃめな感じもしますからね、うん、そうですね。さあどうでしょうか。はい、来ました。はい、お、135.8。 135、うん、立派っすね。いや、いいですね、うん、まあでも 80g 台で130、13センチ超えるって相当ですから、ね、いや、そうよ、立派ですね。立派、綺麗な。わー、どうしました。もうダダこねちゃった。あ、もう気使われたと思って。ダダこねちゃった、ね、優しい子なんですね。そうだね、まあ何を優しさとするかね、あれですけどね。優しさって難しいから。まあ難しいですね。うん、はい、さあ、まあでも十分立派でした。はい、素晴らしい。さあ残り2匹、はい、これはもう残り2匹はヘラヘラです。ヘラヘラ、はい、ヘラクレス、ヘラクレス。さあ 102g、 102、はい、2022年5月2日。はい、さあ行きましょう。102だとまあ140があれば十分です、ね、そうですね。いきます、こちら。はい、はい、お、綺麗じゃない。おー、形はすごい綺麗な子ですね、うん、はい、おー、はい、あ、こいつもちょっとよれてますね。本当ですね。こいつはシュート系ですね。シュート系な。はー、あ、でもかっこいい。かっこいいですね。あ、横からのこう見た時やっぱヘラヘラが一番角は太くなりますね。いや、そうね、うん、根元からやっぱしっかり太さがありますからね。そうですね。あ、かっこいい、かっこいい。140ありそうですね。そうね、143ぐらいあるんじゃない、うん、140後半あってもおかしくないかも。さあどうでしょう、ここだ。はい、はい、来ました、結果。お、なるほど、 148.6。 おー、立派立派。150近い。150あれば十分立派なんで。いや、すごいです。うん、立派な子でしたね。 148.6。 はい、はい、さあ同じぐらいのサイズ感の子が、そうね、うん、うん、出てきてくれたかな、みんな。あ、でもそんなことないか、リッキー結構でかかったです。でかかったよ、はい、156ぐらい。166、今日は166がマックスですが、マックス今日ラストのヘラヘラ、121g。 121、はい、だからまあ 10g 軽いのかな、うん、最後の体重だけで言うと。はいはいはい。でも120いけば個体によって160いたりするし、ええ、ありえなくはないですね、はい、で今までで一番大きかった子が 125g とか、子が170とかなったりしたんで。いや、可能性はあるよ。そうですね、ええ、全然ありえるんで。行きましょうか。行きましょう。2022年9月2日です。はい、行きます。この家ラストのヘラクレス。いやー、そう、こちらです。はい、はい、おお、あ、でかでかそうですね。まっすぐ行ってますね。綺麗ですね。あと綺麗、
おお、でかいわ。でかいでかいでかい。でっか。来た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 。うわうわうわ。うわー。いや無理してる。ドヒャー。無理はしてる。160はでもある。160ありますね。160ある。あ、でかいでかい。でもでかいわ。でかいよ。これはある。このちょっとシワがついた感じが。確かにね。武骨さってかっこいいですね。モサ感あるね。あー、いやでもでかいよ。いや、でかいね。あ、体バランスいいな。角が長くて。そうね、これ6対4、7、3ぐらいの。確かにね、これぐらいのね、比率かっこいいですね。かっこいい、ね。で、角もね、ちょっと太めで。そうですね、強そう、ね。体がちっちゃめで。はいはい。やっぱ体ちっちゃくて角太くて長いとやっぱ迫力すごいんで。そうね。まあまあ全部結局ね、体がでかくて角太い子とかも全部まあかっこいいんですけど、そう、むずいんですよ、ね、本当。なんかいや、いろんなかっこよさがある、ね。うん、そうそうそうなんですよ、ね。かっこいいって種類一種類じゃないから。そうそう、そこがむずいんですよね。うん、結局プロ野球も球速いからエースになれるわけでもないし。そうやね、コントロールがいいですね。変化球が、変化球がとかもあるし。そう、駆け引きうまいとかね。そう、いろいろあってね、難しいですね。そう、難しいんですよ、ね、こいつでも一番動くな。あ、なるほどね、ムービングファスト、ツーシームヘラクレス、ツーシーマーか。あ、動くね、手元で動くタイプね。手元やからな、今。そうですね、野球はね、ヘラクレスと野球は手元ですね。なあ、難しい、初めて聞いた。来ました、ラスト、ラストヘラクレス。ええ、結果、うん、159.2。ヌー、うわ、珍しい。大群、ヌーの大群。ヌーの大群じゃないわ。160いってなかったんか。160ギリいかずでしたね。大きかったけどね。いや、大きいですね、うん、バランスはすごいいいんで。なるほど。ちょっと角が長く、スタイル良かったんで、よりでかく見えた。よりでかく見えたね。あー、かっこいいけどね。159.2。 あー、わんぱくやね、こいつ。こいつわんぱくですね。まあでも、羽化した最初ってやっぱあんま動かない方が良かったりするんで、変に動く子ってもしかしたらちょっと体に異常ある子とかっていう、まあ、のも なくはないんで。なくはないんや、うん、ちょっと落ち着いてほしいですね、一旦、ね、はい。でも無事に立派な子になってくれました。いや、よかったです。はい、十分です。いや、十分ですね。121g で160近く。ああ、十分ですね、うん。そうですね、綺麗に浮かしてきました、はい。ということで終了です。いやー、まずみんな無事で。いや、本当にありがとうございます。よかったです。よかったですね、はい。もうそれだけで高評価もんですね。そうよ、はい。まずはね、うん。まずはヘラクレスに高評価。そう。うん、そして、うん、ヘラヘラとリッキーとエクアと、ちょっとせっかくなんで並べましょうか。そうですよ、3種、ね、うん、オスいるわけですから。じゃまずリッキー、実は156 156ですね。結構立派、立派なリッキー。はい、さあ、でかいね、体がごっついですね。体ごっついな、マジで。で、エクアとゴブゴブ、体の方がごついんちゃうかってぐらいの。いや、確かにね、でかさしてる、ね、そのやっぱリッキーってそうなイメージなんですよね、うん。で、ちょっとサイズ感あれなんですけど、エクアと、はい、エクアと、はい、あー、やっぱ体のでかさは全然ちゃうね。そうですね、まあ、角が細いからやっぱどうしても体がね、でかく見えがちではあるはずなんですけど、うん、で、ヘラヘラ、どのぐらいが、まあでもせっかくやし、ちゃんでかいの見たいじゃない、ちゃんの試食が、うん、そうね、うん、あ、でっけ、でっかいわ、こいつやっぱり。でかっ、あ、してこれめっちゃでかいだったな。でっかいね、あー、かっこいいじゃん。おー、いいね、なんか戦隊もの。確かに戦隊もの、うん、これいいよ。カーレンジャーとかなんかそっち系の感じしますよ、うん、おー、いいですね。並んでるね、うん、並んでる、綺麗に並んでますね。あー、いいね、おとなしいね。おとなしいですね。剥製みたいになってますね。いや、ほんまによ。おぉ、でっかい、ね、違うね、違いますよ、ね。まあ、でもここまでじっくり、これがリッキーですね。はい、こうリッキーとちょっとここのね、角の感じとか見てください、うん、そうですよ、全然違うんですよ。ヘラとヘラヘラとこの突起の感じがね、とかね、はい、リッキーはこうクッとなってね、はい、ここがごついんですよ、ね、そうなんですよ。で、あ、リッ、あ、リッキーは鍵状で、ここがなんていうんですか、円柱っぽいのが突起が出てるってことですね、はいはいはい。
で、クワトは、まあ、ちょっと個体差あったりはするんですけど、うん、基本1本、はいはいはい、で、ここはまあなんていうんですか、スッとしてヘラヘラに近いというか感じの子が多いですね。で、ヘラヘラはもうこういう感じで、うん、俺さっきなんて言ったっけ、ここの突起がヘラヘラは真ん中に来るんですけど、上のね、はい、エクワトはこの根元に近いとか言ってたな、はい、あ、でも確かになってるわな、はい、リッキーも真ん中なのかな、うん、こう見たら離れてますね、離れてるね、うん、だからオキシデンタリスとかエクワトとかは根元かもしれないです。ちょっともう一回改めて見ないと、うん、はい、あれですけど、いや、すごいね、全然違うね、全然違いますね、うん、角だけでもこんな違って、まあ、体の感じもまあ、そうですね、違い出ますから、ね、これまあ色が出たらまた変わるんですけど、うん、こう見ただけでもエクワトが一番綺麗になりそうな雰囲気があったりとか、ちょっと磨かれてる感あるもんね、うん、でリッキーはやっぱなんていうんですかね、その角迫力でいうとやっぱリッキーすごいですね、やっぱ体がでっかいからこう圧を感じるね、圧感じますね、マジで、なんか本当にあのおしゃれなカニクリームコロッケみたいな、あハサミもついてるタイプのあるけど、あみたいですね、あなんで迫力があるなとあれ迫力あるじゃないですか、迫力あるけどな、あれ、ね、美味しいけどな、あれ食いてー、あれ食いてー腹減ってきたな、最悪や、あでもやっぱまあやっぱヘラヘラがこう王道的に人気な理由もまあ分かるかな、まあうね、かる、うん、バランス的にはやっぱ一番かっこいいかも、そうですね、うんうん、ただかっこいいはそれぞれ、そうだからまあみんなこの3種類だとどれが好みだったか、まあ映像だけにはなるかもしれないけど、ぜひコメントでちょっと争ってください皆さん、ね、そうですね、はい、もう喧嘩とかもしちゃっていいですか、ガンガン喧嘩しちゃってください、いや怖いよ止めるよお前は、リッキーだろリッキー軍団、ヘラヘラ軍団、エクワト軍団でもうバトっちゃってください、もうそこは止めてください、どんだけ荒れても制御しないんで、そうですね、仲良くしてください、ね、仲良くはしてください、ね、仲良くしながら議論しちゃってください、はい、してくれたら嬉しいですね、うん、はい、ということになりました、はい、ありがとうございます、いや素晴らしい、ましょう、いや素晴らしい、いい回ですね、いやいい回でした、なんか土を持って帰ろうとしよう、甲子園わんぱくですね、甲子園かと思ってる、はい、負けたんやな、じゃあってことですね、何かな、かま友達に頼まれてた感じがありますね、そのパターンもある、ね、いや素晴らしかったです、いやいい、はい、いい最終回や、いやそうですね、うんうん、この家の最後にふさわしい回になりました、うん、まあ欲を言ったら森姉妹も見たかったんですけど、オスね、うん、はい、森姉妹はねこれからって感じでようやくメスが浮かし出したんで、はいはいはい、次クワカブ城の方で、ええ、もしかしたら4種一気にっていうパターンもなくはないんで、ね、ああいいね、うん、あとはまあちょっと動画で結局触れれずだったんで、はい、さらっと言うと、まあ、気になってる方も多いんで、うん、ヘラクレスリッキーブルーもね着実に育ってきてるんで、はい、一体どうなってるのか、どうなってくるかも楽しみに待ってください、楽しみですね、はい、平岡さん的にはどうでした、いやもう最後にふさわしい、うん、いろんな豪華なね、いやそうですねうっね、いやわかんねえわ、あごめん、心配だしか思ってないですよ普通に、いや本当に豪華な、はい、ヘラクレス4種、守り姉妹は、まあ、メスのみでしたけど、はい、まあ、それでもオスは3種も出てね、そうですね、大きい子も166ってなかなか出ないですから、久しぶりにしかも綺麗にっていうのが ねやっぱ、いやだからそういうのもあってよかったです、ああよかったです、はい、ね、まあだから今後また平岡さんとも撮ると思うんで、はい、はい、次はメス4種類とかね、うん、綺麗になってくれたら嬉しいですけど、そうね、はい、まあ、過去動画とかでいろいろいろんなタイミングでいろんな子が羽化してるんで、はい、羽化掘り出しが好きだなっていう人は羽化掘り出しの動画再生リストあるんで見てください、ぜひお願いします、はい、本日の動画は以上です、ご視聴ありがとうございました。